どうも、アンダーテールやってこう。前回はですね、世界を救うべく立ち上がったヒーローであるアンダインをこの手で殺しました。いやー強かったな。でも強かったけど楽しかったねなんか俺もう悪になってないねえねえねえ、俺もさ、しっかりとした悪になってない？今世界救うべく立ち上がったヒーロー殺したって言ったもんね。悪になってんのよ俺。で、前回その後にメタトンと会って終わったんだけど、これさ、アルフィーとまだ会ってないんだよね。え、アルフィーとの戦闘もあんのかな？意外とそういうのも出てくんのかな、このルートだと。ただあいつはそんなに強く、いやもう俺ずっと戦闘のこと考えてる。いや、たださ、もうね、いや、包み隠さず毎回言ってるけど、なんかもう慣れてきてしまってる自分がいて、戦闘のことを考えるのが別に普通なんじゃないかなって思ってしまうのよ。俺ちょっとさ、極論言っていいかい？これ G ルートで全員倒すっていう風にやってる、平和のエンディングを見た後にやってるからちょっと心痛む感じあるけどさ、普通の RPG って大体 G ルートじゃねって思うんだけど。普通の RPG って大体 G ルートと同じようなことやってない？出会った敵を倒して。レベルを上げて、全員倒して、全員殺して平和を目指すっていうさ、その先を知るっていう。なんかあんまやってること俺変わらないと思っちゃうんだけどな。でもこの感覚もおかしくなってきてんだろうね。俺あんなにキヨッペの時は平和で楽しく、もうこれ以上の終わりはないぐらいに思っていたのに。変わってしまうもんなんだな、人って。ここら辺、あ、敵全く、あ、いるか、敵はさすがに。さて。あー、火山ちゃん！あ、ここってさ、ツンデレ飛行機とかいるところじゃなかったっけ？そうだよな、確か。あーでもなんだ、あれなんだな、アルフィーとのちょっと面白かった SNS のやり取りとか電話はないんだな。よえーな。そっか、40匹倒さなきゃいけないから結構時間かかんのかな。ただ謎解き系はさ、もうスイスイとりあえず進んでくれ。謎解き系はあれなのかな、パピルスとパノジョやって、パノジョって何、パズルと一緒でさ、解かなくていいとかあんのかな。39体残ってる。マグマエリア、ちょっとまあ探索しつつ、なんか変わったところあったらって感じでいいかな。あ、ツンデレ飛行機、わざと塞がれた、やだ。ツンデレ飛行機、俺もツンデレみたいなところあるから似た者同士なのよ。はい、じゃあツンデレ飛行機。あ、強いか、勘違いしないでよね、あんた強いじゃないの。やっぱりツンデレ飛行機、何その技、ツンデレ飛行機のその技何、弱いな。さよならツンデレ飛行機、スペシャル攻撃でさよならだ。しょ、え、なんかツンデレ飛行機だけ演出がなんか、え、なんかやっちゃいけない感が。これなんだっけ。フライパン落ちてる、どうする、拾おう。フライパンは武器、あーこれ、あーアイテム回復4アップいいな、これめちゃめちゃ。ちょっとこれつけとくかその演出やめてねえ、その演出やめてくんない？なんかさ、すっごい嫌だあの演出あ、弱いな。でもこのペースでいったら意外と早いか。こっちなんだっけ、あーあーパッ、あ、やっぱやんなくていいんだこれ、全部やらなくてよくなってんだ。ははー、まあ楽っちゃ、じゃあ敵倒すだけだから楽っちゃ楽なんだけども、敵って言っちゃってる。あ、ごめんなさい、大きい声出しちゃいましたごめんなさい。お前らはいるのか、ロイヤルガードの。おい、いや、そうか、なんだろうな、よくないよね。ザコモンスターを倒すのにはさ、別に何も感じないとか言ってるくせに、こうやってさ、ちょっと思い入れのあるキャラになるとさ、感情が湧いてしまうっていうの、これよくないところではあるとは分かってんだけどさ、幸せになったはずなんだろう。おめえがここにいるってことは、アンダインは、アンダインは、俺たちが敵を討ってやる。ここで戦うんだ。さあ、こいつらはどれぐらい強いんだ。戦う、とりあえずちょっと見てみるかい、分析で。そこにいたのは紛れもなく地獄の鎌を覗き込む二人の恋人たちであった。恋人たち、その二人を俺が今から引き裂くことになるのか。悪いな、く
クソ悪いなって口だけで言ってる感じがする。本当に俺は悪いと思ってんのかこれは。とりあえずお前はどれぐらいの弱えな。ちょっとなんだろうな、普通の雑魚敵よりも弱いのってさ、これは何、一層俺がさ殺意を強く湧いてしまっているからってことなのかな。こいつらが戦う意志ないわけじゃないもんね、戦う意志ないから弱いとかじゃないもんね。俺がそれ以上の殺す意志が強くなってるってことなのか。スマッシュ、うおい220、お、レベル上がったんだ。ラブか、ラブが上がったのか。お前は何も感じず進んでいくんだな。くそ、どうしよう、このこのキヨで、キヨと俺、キヨとキヨがちょっとリンクしそうになってるわ。なんだキヨとキヨって、どっちもキヨなんだけどさ。冷蔵庫だ、触れるとなぜか熱い。なあなあ、面白クッキング番組やろうぜ。メタと一緒にやったじゃねえか、ごくごく普通の高さのシンク。チーズだ、調べることができない。ここも調べれないな。電子レンジだ、電子レンジマニアにはたまらない。あ、ここなんか合わないんだな。オーブンだ、新しいモデルのようだ。うわー、あー、これなあ、メタとテーブルにくっついてる。グイン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 って上に上げてってよ。変なゲームやろうよ。あの全然急に入ってく意味わかんない変なゲームやろうよ。あのゲーム何だったんだろうね。料理番組で起こった、一気に進んできたぞ。でももう33体なのか。7体倒したんだ。うわ、なんかあれデジモンで言うと無限ドラモンみたいだよねって前言った気がするから今のなし。同じトーク2回してる人みたいに思われたくないから、全部新しいトークしてるように見えたいからさ、ちょっと別ので例えんね。あれさ、なんかデジモンで言うと無限ドラゴンみたいだよね。もう無理無理無理、もう無限ドラゴン以外出てこない、もうもう無理。俺結局無限ドラゴンなんだわ、あれは。あれはもう無限ドラゴンなんだわ。みんな調べてきて、今すぐネットで無限ドラゴンって言って、カターンって言って、あ、無限ドラゴンっぽいってなるから。行き先を選んでください。今ライト1なのか。とりあえず2回行ってみっか。ごめん、なんかここどこの階をどういう順番で行けばいいかあんまりまだ覚えてないな。あーる、おっと、ホースフィールドで行き止まり。行き先を選んでください。レフト2、ウィーン。エレベーターは動いてるんだよな、他のやつは止まってるけど。エルツ、お前もフォースフィールドかい。フォースフィールドだらけじゃん。都合よくフォースフィールド置くなよ。ってことはレフトさん、レフトさんもフォースフィールドやめてね。そしたら俺も困っちゃうから。フォースフィールド貼るなよ。あ、貼ってないか、貼ってない、貼ってない、貼ってない。あ、ここか、あ、そっか、ちげえちげえ、そうだ、雲がいた、旅団がいるんだった。まだ強力な魔力を宿したブレスレットのようだと思ったら、ただのクロワッサンだった。ああ、と思ったら、お前なんか余裕だよな、ちょっとなんかおふざけする余裕があるよな。スパイダードーナツだ、弾力があってよく弾みそうだ。ちょっとさ、俺アイテムねえからさ、ね、アイテムねえからちょっとさ、ちょ、取ってこうぜこのスパイダードーナツ。スパイダー即売会、売り上げは全額本物。これ高いんだっけ、たっけ。でも今誰もいねえんだよ。ちょっとさ、奪えねえの、誰もいねえんだったら盗めよ。お前なんで他のところには盗むのに雲に対しては従順なんだよ。雲のルールはしっかり守んのか。これこのままで行って大丈夫なのかな。ああ、あったあった、ここらへん。なんかさ、アイテムとかはなかったよね確か。いや、これ戦うよねきっと。ああ、こっち、ああ、あれは動いてんの、これは動いてんだ。あ、これはちゃんと、これは、あ、これしっかり、しっかり作動してんだね。ちょっと止まれないんだよ、これ。あ、これね、これ本当に、これ本当にいける、これ合ってる、これ。あ、動くだけでよかった。俺が間違ってた。ずっと一人でテンパってる。なんだったらこっちから行けたんじゃないのって思っちゃう。あ、これもパズルじゃねえか。あれ、これ来る場所間違ってる。わざわざ止まって鼻の匂いを嗅いだ。あー、いい匂い。どういう風に一気にんって鼻に入れたのかな。なんかお前薬やってるみたいな嗅ぎ方すんなよ。あ、こっちか、あ、こっちだこっちだ。皆さんすいません本当に。こっちだこっちだ、なんかおかしいなと思ったんですよ私も。あ、来た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 、セーブポイント33体。雲の住処の入り口、
なあ、ここの雲もその33体のうちの1体になんのか。これ、いや、意外と何もいないパターンあんのか。進んでいく。あ、でもいるな。ねえ、彼女の話を聞いた？何の話？横島のシャツを着た人間がもうすぐここを通るんですって。あら、初耳だね。初見ですね。なんか聞いたことある気がするんですけど、初見のふりしとこう。初見です。横島のシャツを着た人間、そんなやついるんだ。そんなやついるんだったらこの前に出てきてほしいわ。しかも人間は雲が大嫌いなんですって。まあ雲が好きな人もいるけどっていう話もなんかしなかった？前したよね。前来た時も。人間はモンスターが全員嫌いで、こんなこと言ってたっけ。モンスターが全員嫌い、大嫌いで、大嫌いで、雲の足をちぎるのが大好きなんですって。はあ、ここは変わってない気がする。まあ確かに大好きだな、モンスターの足をちぎるのもな。これは、あー、いるだろうな、きっと。戦うのか。来そうだ。それに人間は、来たか。味のセンスが最悪なんですって。あー、残念。せっかく人間が来たのに、食べても美味しくないなんて。仕方ないわ。腐った食材は始末しましょう。笑ってる。ああ、始末されんのはお前なんだけどな。久しぶりだな、マフェット。うわ、オシャンティーな格好、そしてオシャンティーな BGM が流れとるな。どんぐらいになるんだ。こいつはだって殺意がないわけではないだろ。始末するって思ってるわけなんだから。待て、一旦様子を見よう。分析しよう。アタックさん、その点八があるんだもんな。お家に誘われたらご用心。あら、どうしたの、そんなブルーな顔して。あ、来た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 。これは結局上まで俺何もできないんだっけ。あ、いい、ちょっとここでーってーってルルルルルって、ここよ、これなんかここ。いや、さあ、お前とはどう長期戦になるのか。あなたには紫の方が似合ってるわ。次は雲か。怪しい紫の雲糸に囚われた。1,2,3,4,4発で。お前も、いや違う、俺の殺意が上がってんだ。ちょっと待って、この先の敵も一撃なのか。なんだ、え、何、雲が一輪の花、弔いの花ってこと。おい、やめろよ。なんだよ、くっそ。こういうのが、いや、しかも一撃だったんだね。え、俺ちょっと、え、俺普通に、いや、まあ普通にバトルするかと思ってたっていうのも、もう好戦的になっちゃってんだけど。相手も戦う気はあったわけだろ。なんかどん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 俺の殺意上がってないか。 You win。 300経験値ね、50ゴールド。あっという間だった。あの一輪の花を置いた雲は殺さなくていいのか。なんかところどころ気になっちゃうんだよな、本当に全員やってるのかって。あ、来た、ミュージカルパート。メダトンの最新オペラのポスターだ。運命の波に引き裂かれた不運な恋人たちの悲劇らしい。そろそろ開演時間。なあ、メダトン、歌わないんだろ。いないんだろう、お前は。くそ、いねえ。うわ、もうここ、俺恥ずかしいぐらいに歌わされたのに。すっごい全力で歌ったのによ。え、もうここまで来たの？あ、そっか、なんかさ、別のルートとかにさ、落とされた。あ、そうだそうだ、ここになんか落とされたりとかもあったんだ。そっか、そのシステムが全部もうストップしてるし、メタトンとかもいないから何もなくなってるんだ。あー、いなくなってる。あの炎のやつとかいたし、ここにロイヤルガードとかもいたもんな。で、ナイスクリームもいたはずだもんな。くっそ、全員もうやったか、逃げてるかって話なのか。うわ、ホテルか。サンズもいたはずだもんな。ねえねえ、右上の怪しい路地に入ってみて。お買い得商品が揃ってるよ。いるのか。
あのギャル2人は俺の大好きなギャル2人。うわ、ギャルいねえし。てかなんで？なんでいないの？ここに来ると俺の喋り方までちょっとギャル口調になってしまう。基本的にメンタルはね、結構軽い感じでギャルみたいなところあるんだけど、まあいいんじゃねえみたいな、どうにでもなるんじゃねえぐらいで生きてるから、メンタルギャルみたいなところあるんだけど、あ、会いたかったな。奪う。あ、あー、ラッキー、なんでモバイル。攻撃力アップ、カウボーイハット、これいられんじゃないかなって思うんだよね。回復重視とかの方がさ、今だってさ、フライパン持ってるわけでしょ。あ、そうか、ディフェンスか。ディフェンスは持っといた方がいいのか、がこれ今な、何つけてるっけ。ちょっとディフェンス持っとくか。ディフェンス持っとく。ピストル、こっちいらねえな。回復はまあ2個ぐらいあってもいいかな、とりあえず。結局アイテム途中ですなんか拾ったりしたらパンパンになっちゃうから、パン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 スになっちゃうから。5ゴールドか、あんま売れてねえのか。あ、違うな、お金ちゃんと持ってったのか。そこのあんた、私アリゲッティだけど、そこのあんた、私キャッティだけど、てか先に言っとくけど、凶悪サイコパスに残念なお知らせでーす。さっきアルフィーが来て、うちらを安全なとこへ連れてってくれるって。あ、アルフィー、あー、これアルフィーとは合わないのか。でも、その前に、このカラーペン使っちゃわなきゃ。さあさあ、カラーペンもったいない。それと、あんたうちの店の商品盗むなよ。そうだよ、うちのガラクタに触んな。てか触んなし。キャッティ、ガラクタじゃないから、高級ゴミだから。そうだった、うちの店のゴミは高級なんだから。じゃあ最後に一言、あんたマジ最低、ほんとマジ最低、にゃはは。あ、さあ、なに、お前ら文字でもギャルじゃん。実際いなくてもお前らのギャル魂、ギャルソウル伝わってるぜ。すごいな、ギャル魂ブンブン伝わってきたわ今。アリゲッティより、あ、これなんだっけ、なんか横に、あ、これハートか、ハートの絵文字なんだっけこれ、絵文字っていうか顔文字みたいな。てか誰も来なかったし、うわー、これいなくなってんだね。くっそ、まあこいつらはそっか。まあ、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、もうおかしくなってるって、普通以上におかしくなってる。皆殺しするっていうことを考えてしまうせいでさ、こいつらもやれなかったのかみたいになってる。なんか壊れてんのか、いや壊れてきてんのか、必要以上の、ああ、犠牲を俺は生み出そうとしてないか。ちょっと左上の方行っていいっすか。こっちがサンズとこっちの方にただの壁だ。サンズでもこっちの方に行ったりしてたもんな。サンズがな、そうだよな、よく考えたらあいつがずっと怪しいんだよな。入るか。なんか、なんだろう。あ、なんかこれ俺さ、思ったんだけどさ、なんかどの場所もさ、なんか 0.25 倍速みたいな速さになってない？あ、そうなのか。もしかしてさ、俺が大好きだったあのスノーフォールの街もさ、本当はゆっくり流れてるだけで、本来の BGM 流れてたのかな。あ、そういうことなのかな。だってテミー村で完全にそうだったもんね。で、今ホテルも絶対同じだもんな。32体、これは、あ、これどこ、うん、待って、戻って倒した方がいいのか。異次元ボックスで、あー、ジャンクフード、カーボーイハット、なんかいらねえアイテムが結構ある気がすんな。まあ、ところどころはちょっとテミー村行って売ってくる感じでいっか。噴水に碑文が刻まれている。王国記念の噴水 2010X 年完成。メタトンは先週追加。もうびっちゃびちゃなんだよねこれ。これよく見たらすげえメタトン笑顔だしさ、びっちゃびちゃだし、これさ、これ直す気ないの。これこういう一個の芸術なのかをさ、なんかあんま芸術って突っ込まない方がいいじゃん。芸術って何が芸術か分かんないやつは芸術に触れるみたいなとこ、触れるなみたいなところあるじゃん結構。いなくなってる。あー、もうみんな逃げてんだね。アルフィーが連れ出したってことなのか。ここに何もないか。うわ、ここペロペロ舐めてたのにな。己の罪の重さを測られた。何それ、ここまで変わってんの。みんないなくなってるし、返事もないしで、ね、ああ、まあそれ、そっか、それ誰もいるわけがないもんな。これは使えないのか。で、ここは、お前はいるのかいお前はいんのかいおい、おい、俺とウリ二つのお前、おい、いいんだな
なんかちょっと嬉しさがあるよ。なんでお前いいんだろうって思うのと同時にちょっと嬉しさがあるよ。なんでいつも変な客にばっかり当たんだ。変な客そんなこと言うなよ。実は俺とお前は数年前からの知り合いだったんだぜ。お前、俺はお前のこと知ってたんだぜ。顔の顔、うわ、その顔、俺の顔にちょっと似てると言われたその顔。そういうことなのか。ここで買えるってことはさ、さっきの別に回復量的にはレジェンドヒーローメタトンの顔の、あ、そっか、もう俺今今回は倒してるからこそお金を持ってるわけだ。ここら辺なんか着たいな、買いたいけど、ちょっと俺アイテムパンパンなんだよね。売る。助かりました。怪しい塵にまみれたアイテムがちょうど欲しかったんです。って言うと思ったか。塵にまみれたモンスターの、もう俺は殺めてしまってるものだもんな。ずっと話すか。うわ、逃げないのか。逃げる、俺が。バカ言うなよ。従業員はみんな仕事をほっぽり出して、客も一人もいない。そんなの別にいつもと全然変わんねえし。すげえ、なんかお前堂々としてる。え、この状況で堂々としてるお前が少しかっこよく見えてくるよ。ただ仕事中にタバコはもうそんなの関係なくなってんのか、メタトン。た、うわ、ちょっと好感度上げるように作られた顔。確かにメタトンには仕事をしないとダメだとは言われなかったよ。でもそれが問題なんだ。あいつ俺が遅刻しても勤務時間が半分終わるまで出勤しろって言ってこないんだよ。ちょっとなんか難しい会話してんだ。で、下手するとどやされちまう。いや、どやされるっていうのはちょっと違うか。正確には CD を延々聞かされる。俺がどんだけ使えないやつかを歌ったフルアルバムをな。いやでもいいことじゃん。お前、メタトンはお前のためにお前のために曲作ってるってことだぞ。言い換えればメタトンはお前のための曲を作ったってわけだろ。お前ちょっといい、いいことじゃないか。あの人気者、あのアイドルメタトンに自分専用の曲を作ってもらってんだな。全員死んだ。は？他のみんなは死んだって？ってことは俺今日はもう仕事しなくていいってこと？いや、まあそういう、なんか、お前メンタルどうなってんの？全員死んだことに対して、そうか、俺は仕事しなくていいのかってなってんの？けっ、そんなうめえ話があるかっつーの。なんか妙に肝が据わってんな。脅す。地獄に落ちろ？悪いな、俺にそんな脅しは通用しないぜ。落ちたくても落ちれねえし、有給残ってねえからな。なにこいつの言い回し。なんかお前かっこよくないか。地獄に落ちたくても落ちれねえよ、だって有給残ってねえからさ。ってなに地獄に行く時間なんてねえんだみたいな。有給残ってねえからな。なんだお前、ちょっとお前がかっこよく見えてきたよ。うわ、かっこ悪い。その顔は別にかっこよくない。なんだこいつ、今しか買えないとかなのかな。だったら、いやでもさすがにいるよな、ずっと。むしろお前は天職なのかもな。どんな状況になってもこのハンバーガー屋さんとかをやってるってことは、ハンバーガー屋さんなのか、お店をやってるってことは。出るか、やっと帰った。そうか、こっちはもういないんだもんな。で、上行ってまだメタトンコアに行く道なんだもんね。これ今は進んでっていいのか、とりあえず。あ、待て、敵ここ共通なのか。俺今のさ、まださ、あのホットランドのところとか、ラボのところで敵倒してんのか、戻って倒した方がいいのか。待て、一旦進んでくか。一旦進んでってにしよう。あ、ここ開くんだね、普通に。あ、セブしよう。ここ32体ってことは共通なのか。で、ここ入っちゃうとメタトンに行くってことなのかな。ちょっと戻りながら行こう。まさかの逆走ルートで行ってみよう。正規ルートじゃなく逆走ルート。あー、いるね敵が。乱視、ちょっとここら辺の敵確か強くなってんだよな。1,2,3,4,4 つか。強いな。からかえ、からかえ、お前ちょっと M か。お前もしかしてド M なのか。ちょっとからかってほしいのか、お前。
さよなら。あーこんな感じで30体倒すのか。途中イベントとかなさそうだもんな。あーもうもう一気に、あそっかここか、了解。ちょっとひたすらにいろいろやってきます。ん、あすいません今水飲んでました。あこういうバトルはあるんだね。なんかなかなか敵でも出てこなくなってんだ。はいはい。でこれ攻撃力めっちゃ高いわけでしょ。今もう一撃なんじゃないかお前ら。飛んでくる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 。オッケー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 。早いな、出てくるペースが割と。だから3匹出てくると一番いいんだよね効率が。からかうな。あれあそこさっきからかいって言ってなかった。いじられたらいじられたでちょっと気分悪くなるタイプか。いじるやつによくいるんだよね。自分はいじるくせにさ、人からいじられたらなんか嫌な態度取るみたいなさ、あれいじる側のめっちゃめんどくさくない？いない？たまになんか人のこといじるくせに自分がいじられんの嫌みたいな。はい、絶対嫌われるよなああいうやつって。何の話してんでしょうね。いいなあ、こここうやってぐるぐる回ってるだけで敵が出てくんな。なんか一番最初の遺跡のところはさ、全然後半出てこなかったんだよね。でもなんか結構早いペースで出てくるんだよな。おきたきたきた、こいつは強いんだよな。来た、終わったのか。誰も来なかった。ごめん、セーブポイントで確認すりゃいいんだけどさ、俺ちょっとこの誰も来なくなって BGM がさ怪しくなるのが好きなんだよね。この演出が好きなのよ。今までステージ BGM が流れてたのに誰も来ないって分かった瞬間にこのどんよりした空気になるのがいい。たまんなく好きこれ。さてこれで俺は進んでいいってことか。決意だ。早かったな。なんかすげえペースで出てきたな敵。あーどうしよっかな。一応お金ムクムクで5000ゴールド近くあるわけでしょ。ちょっと整えてくるか。じゃあこのせっかくならさ、メタトンの顔の形のステーキ1個いただこうかな。これフルネームで注文するやついんのかな。たまにさお店とかでもない、なんか特製なんだかを使った何々何々唐揚げみたいな。これって唐揚げだけでも通用するんじゃないかなみたいな。一応全部言うけどね、これ唐揚げでも通用するんじゃねえかなみたいな、ちょっと思うよね。じゃあメタトンの顔の形のステーキください。メタトンステーキでよくないかこれ。はい。あー1個しかないんだ。変なやつ。おめえに言われたくねえわ。おめえも変なやつだからな。レジェンドヒーロー、あ攻撃力アップするんだからこういうのもちょっとせっかく金あんだったらさ、他のこういうやつで埋めてもいいのか別に。でも今ちょっとねこれぐらいでいいか。アイテム欄が基本 1,2 個は開けときたいから、まあとりあえずいっか。ああいいよな、アイテムも捨てて。よし行こう。さて行こうか。いるのか。いるな、メタトン。やっと来てくれたね。君に初めて遭遇した後、僕はとても恐ろしい事実に気づいてしまった。君はモンスターだけではなく、人間すらも脅かす存在なんだね。なんかそんな感じのこと言ってくるような、ちょくちょく。人間すらも脅かすってさ、この主人公であるキヨは、そう、本当に悪なんじゃないかなってちょっと思っちゃうよな。今は全てをさ、なんだろう、まあ俺の好奇心で始まった物語であるけど、本当に悪に見えてくる。やれやれ、これは大問題だ。観客がいてくれなきゃ僕はスターではいられない。それに僕には守りたい人も何人かいるからね。いやー前の物語だったらな、キヨッペの時だったらな、その守りたい人にキヨッペも入るようなストーリーになってたかもしんないのにな。今は違うんだもんな。相変わらずやる気満々だね。でもチャンネルはそのまま、この後衝撃の展開が待ってるよ。ファンの間では常識だけど、僕はもともと人間殺戮マシンだったんだ。そうだよな。なんか最初のなんかアルフィーと会って話した時もなんか人間を殺しちゃう機能をつけちゃったのみたいな、何その機能みたいなやつやってたもんな。こんなフォトジェニックなボディをつけてもらったのは、ごめんなさいボディじゃないですね、ボディをつけてもらったのはスターになった後のことさ。でも当初の目的のために搭載された機能もまだこのボディには残ってる。人間殺戮機能か。それ以上近づくと
君に見せてあげるしかなくなっちゃうな。僕の本当の姿をね。あのメタトンだろ。そうかい。なら遠慮なく行かせてもらうよ。ショータイムだ。始まった。あの声聞けんのか。おーイエスは。おいなー、全然違うメタトン。なんかかっこいい。なんかちょっとかっこよくない。おい、俺はでもちょっと聞きたかったぞ。おーイエス、あれを聞きたかったぞ。ただメタトンネオに行く手を塞がれた。いいだろうメタトン。いいな、お前かっこいいな。やっぱりお前ちょっとな、マフェットもそうなんだけど、あいつはオシャレだけど、お前はオシャレゆえにかっこいいさもある。一旦行動を見よう。分析だ。メタトンネオあたかき強いな。ディフェンス弱っ。なんかちょっと嫌な予感すんな。お前楽しませろよ。ドクターアルフィーが生み出した最強の発明品、照明が眩しい。行ってみるかメタトン。さあどれぐらいの、なあお前も、なんでさ、なあ、いや、違うのか。いや、そうだよな。パフィルスとはまた違うんだよな。せめて、戦おうとしてくれよって、あいつには言ったけど、メタトンは戦おうとしてるのに、この防御力ってさ、確かに防御力ガバガバで9だったけど、いや、ああ。やっぱりそうだな。俺がおかしいぐらいに殺意が高まってるんだろうな。くっ。だしメダトンは本当は戦う気なかったんじゃねえか。君は僕のファンクラブに入るつもりはなさそうだね。メダトン、なあ、そんなに、くそ。あんなに一緒に話して、たくさん話して、おい、おめえ面白えな、みたいな視聴率上げる戦いとかしてたやつが、こんなにあっさり終わんのか。いや、後戻りは、できないんじゃない。しないんだ、もう進もう。くそ、しかも、ちょっと楽しみ、バトルが楽しみになっていた自分がいたのは間違いがないからな。こう、アルフィーは来ないのか、止めにも来ないのか。アルフィー。そして、これは。もう、待って、これもう、待って、これ最後になってない？今日終わんじゃねえか、これもしかして。俺の動画時間はちゃめちゃ長モードだから最近。動画時間、はちゃめちゃ長尾だからさ、エレベーターの時間も長っけ。そうだった、このエレベーターすっげー長げんだった。チン！行きます。最後だ。セーブがある。お城のエレベーター。ちょっとガンガン進んでくね。ここは？エレベーター動いていない。わあ、静か。BGM 静かだ。静かっていうかもうないんだもんな。特に、ここは、あ、そっか、今のところあと何体で出てこないってことはもうここには敵がいないってことなのか。っていうことは残すは、ハズコ、と、やるのか。進んでいこう。でもな、絶対そんなわけないんだよな。うん。このルートだからこそ多分あいつと、話すんだろうな、本当の物語を。ニューホームに来た。うわ、ちょっと懐かしさがある。そして異次元ボックス、まあでも満杯に1個開けとくぐらいでいい気がするから、ちょっとなんかさ、いらないかモンスター麺とかさ、ちょっとボックスもこれちょっともう使っちゃっていい？別に今満タンなんだけど、ちょっとボックスも1個開けぐらいにしとこっか。セーブして、ニューホームはいい感じの音楽だったんだけどな。ここもスローになってんのかな。やつはキッチンと廊下に鍵を置いている。それ赤字やめてくんない？そ、赤字ちょっとさ、なんか俺に対して言ってきてんのかって思っちゃうのよ。これなんだろうな。
進んでいこう。金色の花だ。誰もいないんだろう。使えそうなものはない。使えそうなものはない。読書にぴったりの椅子だ。誰かが使ってる形跡はない。これさ、ちょっと待って、ちょっと待って、これさ、なんか燃えさしはまだ暖かいなのにさ、使えそうなものはない。この赤字なんかおかしくないか。そうだよ、だよさ。あ、敵、普通に、クラミ。うわ、ちょっと、いろいろ展開が起こりすぎ てあんまりまだついていけてない。クラミ、ハロー、キヨ。やっと戻ってきてくれたんだね。覚えてる？昔よくここで一緒に遊んだよね。あー、そっか。フラウィーからしたら存在としては、そっか、アズリエルでいう、まあ、最初に落ちてきたキヨってことだ。これふ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。待って、ごめんね。ごめん、今俺の中での考察がすごい、うらららって、頭が、点と点合戦になりそうになってる今。進めてこう。昔よく、ここで一緒に遊んだよね。嬉しいな。久しぶりにまた楽しく遊べそうだ。遊べそう。フラウィーは俺をキヨだと思ってる。で、フリスクではないようなことがところどころで起こってるのは間違いがない。鍵か。チョコレートはない。チョコレートはない。なぜこれが赤字なんだ。排水口には白い動物の毛が詰まってる。これはもう読んだ。これはもう読んだ。鍵を拾って携帯のキーホルダーに。コンロだ。ゴミ箱だ。くしゃくしゃの紙くずがバタースコッチパイのレシピね。うん、なんかすごいな。あんなに温かい気持ちでさ、やってたのに、今は疑いの気持ちだったり、ちょっと冷たさがある。なんだなんだなんだ、お前か。庭目でめなめだめなめな、何？久しぶりに喋ったのかお前。庭で目覚めた時のこと、今でもよく覚えてるよ。すごく怖かった。手も足も感覚がなくて、僕の体は花の姿になってしまってたんだ。父さん、母さん、誰かっていくら叫んでも誰も来なかった。ああ、フラウィーになった話なのか今のは。アズリエルが。ああ、なんかこれでもさ、違うよね。一番最初にやった時はなんかモンスターたちがさ、アズリエルと一人目に落ちてきた人間、あの時はキヨッペなのかの話をしてくれたけど、今はなんかフラウィーの自分語りになってんのか。お、プレゼントか。箱の中にハートのロケットが入ってる。これ拾っちゃっていいか。取り戻した。おいおいおい、お前やっぱそうだよな。もう完全に何かおかしいとは思ってたけど、本当にフリスクじゃないんだな。ロケット、取り戻した。ちょっと待って、ロケットみたい。ロケットが、ちょっとなんかぐちゃぐちゃになっちゃった。ロケットのインフォだな。あ、これ、あ、99。鼓動が感じられる。99ってチート武器じゃん。うわー、くそ、これ取れねえ。ちょっと待って、アイテム整理してくっか。ちょっとアイテム欄、パンパン、もうほぼ捨てていいか、これ、下手したら。そしてもう一個の方、箱の中にナイフがある。ナイフ？拾う。本物のナイフ？あれ、なんかこう違ったよね、絶対。本物のナイフなんかじゃなかった。そんなわけない。なんか、ダガーみたいな感じのやつだったもん。え、ちょっと待っ、え、ナイフさ、アイテムまで変わってんの？おい、嘘だろ、お前まさか。きゅー、ようやく見つけた。お前、そういえばナイフ探してたもんな。一番最初。そうだよな。ようやく見つけた。装備しよう。やっと見つけた。自分のベッドだ。
これは自分が書いた。え、待って、ちょっと待てよ。つうことは一気にちょっと飛ばしていっちゃうけど、あー、まだぐらいいいか、ごめんよ。そのまま庭で泣いてたら、やっと王様が見つけてくれたんだ。だから何が起きたか説明した。そしたらね、キヨ、王様は僕を抱きしめてくれたよ。うん、だって王様からしたらさ、姿は変わったかもしんないけど、アズリエルなんじゃないのか、変わらないんじゃないか。目に涙を浮かべてさ、よしよし、もう大丈夫だよって。王様はとても悲しそうだった。だけど、どういうわけか、僕は何にも感じなかったんだ。そっか。もう、そっか。フラウィーになったらそうだよね。確か感情が残るものが違うんだもんね。消えてしまうわけだもんな。うわーなんか、そっか。でも父さん、母さんって叫んだのに、そういう感情がもう消えてたのか。これちょっと、これ見ていい？うわ、これやっぱそういうことなのか。お前はフリスクじゃなくて、本当に、キヨなんだ。本当にじゃあ、え、でも、落ちてきたはずの、死んだんじゃないのか、でも。え、そこだよな、そこがおかしくなってくるよな。そのキヨだよな。だってアイテムは取り戻した。自分が描いた、自分のベッドだ。すべてそこは一致してる。鍵を拾って携帯キーホルダーに取り付け、すべてのページに同じことしか書いてない。ただの椅子だ。キングサイズのベッドだ。使えそうなものはない。あのセーターがまだある。これはそうなのか。トロフィーだ。98年のお花すりすりコンテスト。あ、これはじゃあ赤字になってんのは、そうなのか。そのキヨとしての言葉を喋ってんのか。一度落ちてきたアゼリエルと友達の回想中、黄色の肌。うわー、ちょっと面白いなー。考察のしがいがあるし、ストーリーがカチカチってハマっていく面白さがあんね。じゃあセーブして進むかい。ロックは外れた。ここに来た日だ。行こう。そっか、まだフラウィーの話が。ごめん、今実況してなかったね。なんか階段のところから降りて今のところまで。ごめんね、なんか俺もゲームの世界入り込みものになってます今。僕は誰と接しても心が動かなくなってた。思いやりの気持ちが消えちゃったんだ。いろいろ頑張ってはみたよ。バカな王様と来る日も来る日も何か感じようと努力してみた。もうお父さんじゃなくて、そっか、バカな王様なのか。でもそのうち耐えられなくなって、僕は家を出た。そして遺跡にたどり着いて、そこでおばさんを見つけたんだ。もうおばさん、いや、トリエルがお母さんじゃないんだな。この人ならきっと僕の心を取り戻してくれるって思った。でもダメだった。悲しいお話だな、フラウィーになってからの。あの二人は役立たずだったのさ。そう気づいて僕は本当にがっかりしたよ。僕は誰かを愛したかっただけ。誰かのことを大切に思いたかっただけ。キヨ、君は信じてくれないかもしれないけど、これじゃもう生きてる意味なんてないなって思ったんだ。愛のない世界なんて、君のいない世界なんて意味がない。
だからね、僕も君の真似をすることにしたんだ。自分の存在を消してしまうことにした。そして僕はそれを実際にやってのけたんだよ。自らの命を絶ったフラウィーになったアズリエルが、なのにこの世に別れを告げようとした瞬間、突然不安がこみ上げてきた。魂を持たない存在は死ぬとどうなるんだろうって。その時僕の中で本能のような何かが暴れ出した。嫌だ、僕は死にたくないって。僕は嫌だって。そして目が覚めた。何もかも悪い夢だったみたいに、僕は元の庭にいた。自分のセーブポイントに戻ってたんだ。セーブポイント、死ねなかった、死ななかった。そこで僕は実験をしてみることにした。何度も何度も自分を死ぬ直前まで追い込んでみた。そのまま世界から離脱してしまうことはいつでもできた。でも生きたいという決意さえ持っていれば、僕は何度でも復活できた。その決意はあったんだ。すごいだろ、キヨ。僕もすごいと思ったよ。確かにすごいことではあるけど、はじめはこの力をいいことに使ったよ。みんなと友達になって、みんなの悩みを完璧に解決してあげた。みんなと仲良くするのは愉快だったよ。はじめのうちは、ね。だけど、何度も繰り返してるうちに、先が読めるようになってきた。これをあげたらこいつはなんて言うかな。僕がこう言ったらこいつはどうするかな。答えが分かってしまったらそれでおしまいさ。それ以上は何もない。ああ、それが全て分かってしまう人生だとしたら確かにつまらないかもしれないね。結局こうしたらこうなるっていうのが本当に全て分かったのだとしたら。全ては好奇心から始めたことだった。なんか、その、すごいな。このルートを俺がやった理由と全く一緒だね。別に何かがあって絶対にこういうことがあるからとかじゃないんだよね。好奇心なんだよな。全員やったらどういうルートになるんだ、どういうお話になるんだろうって。おいおい、一緒一緒。なんかすごい、なんか理由が悪い一緒ってあんま良くないかもしんないけど、一緒。こいつらを殺してみたらどうなるんだろうってね。やりたくてやるわけじゃないんだって自分に言い聞かせたよ。ああ、なんか今これをやってる、これをやってる人たちに言ってるようなセリフだな。確かめるために仕方なくやるんだってね。でもそれは保険だよな、あくまで。でもそんなのは言い訳さ。そうだな、保険じゃない、言い訳だな。スカッとして気分がいいってこと、君は誰よりもよく知っているはずだ。まあ少なくとも自分でやらずに見てるだけの奴らよりはマシさ。どうなるのか知りたいくせに自分ではできない、情けない連中。今もきっとそんな奴らが僕たちを見てるんじゃないかな。あれ、視聴者さん、お前らのことじゃないか。自分でやる勇気がないのかなあ。自分にはできないよ、でもだから見るってなってんのか。そう、お前らこれすごいゲームだな、アンダーテール。ちょっと皮肉を言ってんじゃないかなっていうのも俺は思ってしまう。僕たちを見てるんじゃないかな。
そういう人も少なからずはいると思う。面白いことを言うな。スネーク。最近じゃそれすらも退屈になってきた。ねえキヨ、わかるかい？僕はこの世界の何もかもを知り尽くしてしまったんだ。すべての本を読んで、すべての本を燃やした。ミニゲームを全部クリアして、そして全部失敗もしてみた。すべてを知ったのか。知ったんだな。みんなの願いを聞いて、そしてみんなを殺した。数字もセリフも見たことのないものは一つもない。だけど君は、君だけは違った。キヨ、君の行動だけは全く読めなかった。うわー、面白い。そうか、確かにやっぱそうだよ。いた、すべてを知るって、興味深いし絶対不可能なことかもしれないけど、それに到達してしまうと、すべてがつまらないかもな。知るってどんだけ楽しいことかって思っちゃうよね。どんだけ素晴らしいことなんだろう。どんだけ恵まれてるんだろうってね。知るっていう行為に、知らねえことがかっこいいとか思う奴らもいるじゃん、この世の中には。でも明らかに知ってる人、知ろうとしてる奴のがかっけえわ。自分もさ、少なからずあるもん。知らない自分かっこいいみたいなところを出してしまう部分って。でもやっぱ知ろうとしてる奴のがかっこいいし。でも全てを知る奴なんていないしだな。遺跡で君を見つけた時は、まだ誰なのか気づいてなかったよ。だから脅して魂を取ってやろうと思ったんだ。でも失敗しちゃった。だからセーブファイルをロードしようとしたのに。フラビーはやっぱりそうなんだよね。なんかもう前々からだったけど、俺のことを、ゲームの外にいるプレイヤーのことを知って、システムも全て理解してるんだよな。できなかった。キヨ、君の決意はどういうわけか僕の決意より強いみたいだね。誰よりも強いかもしれない。キヨ、君に一つだけ聞きたいことがある。ここからどうやって遺跡に戻ったの？そうだよ。俺は本当は死んでるはずなんだよ、絶対。フラウィーの予想外の行動って言ってんだったら、遺跡に死んでるはずの俺、戻ってる。なんだ？ごめん、今ちょっとごめんね、考えちゃう自分がいる、ごめん。待って、こうじゃない？おばさんが出て行った時、泣き殻を持って行ったんでしょ。トリエルがこのニューホームを出て行って遺跡に行く時に、死んだはずの俺が俺の体を持って行ったってことか。そしてお墓に埋めたんだ。だから君は地下室に閉じ込められたままにならずに済んだんだね。棺桶にはいなかったもんな。でもそれならどうして君は目を覚ましたの？僕の呼ぶ声が聞こえたとか。そこだよな。なぜ俺は目を覚ました？なぜ俺は生き返ったなあ、キヨ。ま、そんなことはどうでもいいさ。よくないよくない、フラウィーちゃん、よくないよ。そこどうでもよくないな。なんだったら一番気になってるかもしれないです、キヨが。あ、このキヨに対してのキヨ、あの外のキヨが。はい、キヨ、僕はもううんざりなんだ。誰に会っても、どこへ行っても退屈でしかない。全てを知ったからだろう。これ以上花の姿でいることにも耐えられないよ、キヨ。でも一つだけやっておきたいことがある。君と僕とで始めたことをきちんと終わらせよう。
みんなを自由にするのさ。奴らに思い知らせてやろうよ、人間の本性をさ。結局この世は殺すか殺されるかだってね。自由にしてやるか。その後？そうだな、この力の使い道はいくつか考えてあったよ。でもここで君と会って気が変わった。キヨ、君がいてくれたら地上で平凡に暮らすっていうのも悪くなさそうだ。地上に平凡でか。平凡に生きることなんてもう俺にはできないんじゃないかな。それに今回はもう外へ調達しに行く必要もないしね。魂はもう6つ手に入ってる。王様がどこかに隠してるけどね。僕もあの手この手で隠し場所を聞き出そうとしたけど、あいつどうしても教えてくれないんだ。でもキヨ、あいつか、もうあいつっていうのか、君が頼めばきっと教えてくれるよ。俺が頼めば。アズゴアか。どうして君にこんなことを話すのかって、キヨ言ったじゃないか、あれから随分経ったけど、僕のことを本当に分かってくれてるのは今でも君だけなんだよ。君は僕にくだらない同情なんてしないからね。このキヨに言ってるし、プレイヤーである俺にも言ってるんだな。僕たちみたいな生き物は相手が邪魔になったらためらいなく殺せる。だからだからね。どうしたフラビー、どうした、なんだ。なんだろう、この気持ち。僕どうして震えてるのかな。あのさキヨ、この前のこと怒ってないよね。ちょっと待ってよ、来るな。なるほど、フラウィーも例外ではなく殺すってことなのか。フラウィー、やっぱり気が変わった。これはあんまりいいアイデアじゃなさそうだな。キヨ、君は戻った方がいい。この世界は今のままでも全然悪くないよ、フラウィー。もう後戻りできないところまで来てるんだよ。おい、その不気味な顔やめろって。笑えないよ、悪趣味だぞ。やるのか、フラウィーを。お、ここに来て、ちょっと待て、セルシオ。フラウィーとはもうこれは続きはないのか。あそこに繋がってるだけだもんな。おっと、ちょっと待って、これ来たのか、異次元ボックス。あ、待って、ここに異次元ボックスがあっち。ごめん、すごい勝っちゃった。わかってるんだよ、もう一人全てを知ってるんじゃねえかなっていうやつと今から会うんだろう。とりあえず一個開けとくでいっか。セーブしよう、行こうか。ちょっと待って、ちょっとぶっ通しだから、ちょっとトイレ行ってきていい。よし、やるか。ちょっとね、糖分取ってなかったんで、あ、ごめんなさい。ごめんなさい、今の別に、今のはダジャレ言うつもりなかったから、本当に。違うの、この後に言おうと思ったの、チョコをちょこっと食べましたっていうこのギャグ言おうと思ったんだけど、糖分の方で先にギャグ出ちゃった。はい、いつもと変わらないな俺は。じゃあ進んでいきますね。俺の決意、しょうもないギャグを言う。なんだこの決意。待って、ゲームが今起動してない。オッケー、行くぜ。 A って出たな。これは、これサンズはいるのか、そもそも。あ、止まった、いるな。来たか。なんか久々な感じがするけど、こう見るとお前は異質な存在だったな。よう、
忙しそうで何よりだな。お前に聞きたいことがある。なんだ。救いようのない悪党でも変われると思うか。救いようのない悪党か、努力さえすれば誰でもいい人になれると思うか。なんか、やめろよなあ。なんかちょっとパピルスもそういうこと言ってたよな。お前知ってるよな、そりゃわざと言ってんのか。すんな。まあいい、もう全然違うもんね。なんか審判、こいつ審判者だみたいな感じのことを言ってたけどさ、なんかそんな感じじゃないのか。もうまあいい、質問を変えよう。お前最悪な目に遭わされたいか。それ以上近づくと心の底から後悔することになるぜ。進んでいく。仕方ないな。ごめんよおばさん。だから約束は嫌いなんだ。あ、来た、あ、来た。あー、来ると思ってたよ。あー、来ると思ってた。こいつちょっと痛すぎないか。今日は素敵な日だ。花が咲いてる。小鳥たちもさえずってる。こんな日にはお前みたいなやつは地獄で燃えてしまえばいい。うわ、すっごい。うわ、なになになに、間違えろ。ちょっと待って、ちょっと待って、なにこれ。ちょっと待って待って、これイベントだよね。え、待って、これ無理よ。ちょっと、諦めてはダメだとかじゃないのよ。諦めるとかじゃないんかな、今のは。うん、諦めるとかにも至ってないの。へえ、なに。強いな。笑いしか出てこねえぐらい今強かったら、これもしかして決意を力に変えるんだ。やり直しになんのか。うっそ。おー、なるほどな。始まってたってことなのかな、これは。そういうことなのか。強いな。強いな。いいな、楽しいよ。待ってたかもしれない俺はこの強さを。もう変わってしまったかもしれないけど、そうなんだよ、みんな戦う気もなかったしさ。よ、あ、そうか、ここは一緒なのか。あれ、変わってる。俺はなかなかのやり手だろ。あ、変わってる。今日は素敵な日だ。花が咲いてる。単純にあの案内の時と一緒なのかな。ショートカットみたいな感じなのかな、セリフを。待って、これあれ始まってたってことなんだよな、多分。動けたもんな、俺ハート自体は。ただ、覚えてねえ。どんな攻撃だったか。最初なんか上下みたいな感じのさ、最初から始まってたってことだよな。地獄で燃えてしまえばいい。あ、オッケー。ああ、そういうことか。あ、わかった、わかった、わかった、了解。真ん中、下、あ、真ん中、一個ずつ覚えようとしてるだけですから、別に。死んで、クソ、誰が。はちゃめちゃな攻撃すんな。ただな、これは俺も戦う気持ちが強くなってくる。何度でもやってやる。終わらせないぜ、決着をつけようぜ。決着っつってもお前が死ぬまでだけど。最初上に飛んで上下斜め、その顔は、これ言ってることも違うのか。お前2回連続でやられたな。2回、やっぱお前も知ってんだな、俺のこと。プレイヤーのことを知ってんだな、お前も。じゃあ
フラビーと一緒でセーブだロードだっていう話も知ってんのか。ずいぶんふてくされた顔してるからさ。まあいいや。それじゃあ3回連続でやられてもらうぜ。やられないな、もう俺は。今日は素敵な日だ。ここは一緒なのか。もうなんとなく分かったぞ。最初は上下だ。最初は上に行こう。最初は上だ。最初は上だ。さあ来いよ、上に行く。ちょっと当たるのか、ちょっと当たっちゃうのか。これ次、斜め下真ん中上だ。危ねえ。ただ何減ってるけど、なんか減ってる。あ、これピンクの状態は減ってくんだ。1残るかな。これ喋った方がいいのか。ははいつも思ってたんだ、なんでみんな最初に必殺技を使わないんだろうって。ああ、確かにね。俺もそれは思う。戦隊ものの変身の時間と一緒だよね。変身ってあの変身のトゥルルルリンの時間にやっちゃえばいいのにと思うのと一緒よな。お、始まったのか、サンズ。お前との最初で最後の殺し合いになるのか。もうきっとお前と戦うことはないんだもんな。ここが最後の戦いであるわけだろ。さあお前は相当強いな。うわ、盛り上がるな。いい音楽だな。このゲームいいな。好きな音楽がどんどん増えていく。そういうところでも好きになっていくわ。ただ体力が1しかねえから、ここはあ、バタースコッチ前持ってきた方が良かったのかな。とりあえず大回復で雪だるまのかけら食べまして、さあ何が来る。はい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 、わかった。了解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 。攻撃のパターンをまず覚えよう。まず覚える戦いをしよう。でこれ戦う、これは待って待って、これだ死ぬのか、そもそも。なるほど、かわすのか。どう倒せばいいんだ。え、まさかおとなしく食らうとでも思ったか。待って、俺1しかない、1しかないのよ。うん、でも一個一個ちゃんと覚えておけばしっかり戦える。わかったぞ。上、真ん中、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 上。くっそ、体力が結局1になるな。これは1まで待ってから体力を回復することにしようかな。あー、でもそっか、体力減ってるうちに攻撃するっていうのもありだったのか。ちょっと待って、この状態でバタースコッチバイ使う。満タン、しょうじゃん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 、オッケー。ここもまあ全部かわせるね。あそこは覚えればちゃんと全部かわせる気がするんだ。でこれはどうやっても当たんねえのか。スマッシュヒットだったら当たんのかな。まさかおとなしく食らう後でも思ったか。次、うわー、なるほど、止まるジャンプ、止まるジャンプ、ジャンプ、止まるジャンプ、止まるジャンプ。むっついな、これむっついな。いい、やりごたえがあるぞ。攻撃を続けろ。ただ雪だるまのかけらで回復して、次は何来る。ジャンプ、ジャンプ、なるほどなるほどね。次は普通のジャンプね。ここはそんなむずくないな。この攻撃だったらそんなむずくない。攻撃する、当たらない。時空に大規模な歪みが発生しているらしい。大規模な歪み、時空、時間の流れがめちゃくちゃに飛んで止まって、また動いて、攻撃が来るのか。ちょっと待って、これ乗る乗る長い。なるほど、早めに乗ってかー。おわ、オッケー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 。もう俺はね、確実に戦っていくぞ。闇雲に戦って時間をかけない、確実に戦っていく。36あるんだったらまだ攻撃進める気がする。当たらねえな。そして突然全てが終わりを迎えるんだ。終わりを迎える。乗るしょ乗るしょ乗る、早めに、早い、なるほどな、乗る乗る、なる、オッケーオッケーオッケー。これで回復しようか一旦。ステーキとかもあるんだ。グラマーバーガーだ。うわ、すっくね、グラマーバーガーすっくね。回復量、回復して、乗る乗る、食らうな。乗る、ジャンプの方が早いんだこれは。分かったぞ、ジャンプの方が早い。了解。犯した罪の数々が背筋を伝う。わ、今さらだろそんなのは。スパイダー、雪だるまのかけらだな。食べて、次は、次、はいはいはい、かわすのね。くそ、ここに登ってしまったら終わる。なんだここ、なんだここ、くそくそ全部が新鮮な攻撃な分楽しいけどさ。レジェンドヒーローは攻撃力4、攻撃力上がっても当たんねんだよ。
ちょっと待って、そもそも俺酸素分析してないか、もしかして。何？あ、なるほど。わかった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 。これ登ってかわす。基本下か真ん中にいた方がいいな。下か真ん中に。オッケー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 。酸素一回せっかくなら見とくか。一旦もったいねえけど。分析しよう。あた、え、1？最も楽な敵。1ダメージしか与え、1ダメージも与えられねえんだよ。あなた、アタック1は嘘なんだよ。楽じゃないだろ、こいつは。なんで1と1なんだ。でも当たれば死ぬのか。いずれは当たるはずだ。攻撃を続けろ。なるほど。ひたすらに攻撃を続ければいいってことなのか。また来た。はい。はい、これ落ちないように。あー、ここ当たっちゃうんだね。ここ早め移動、早め移動を早あーうーちょっと待ってよ。今最後の枠を今どうしてもいけなかったな。ジャンプで超えるのか。攻撃続けよう。で、これ時間もったいないな。当たらない。へっへそれってお前の仕業なんだろ。あー、時空の歪みをもしかしてゲームの世界の話と置き換えてるってことなのか。俺が好きなようにセーブと労働を繰り返したりすることを言ってんのが。もうそうだったら俺の仕業にはなるけど。かわす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 。ちょっと食らってるか。あー、あと3つしかないな。インスタント麺って50だっけ。フェイスステーキこれどれぐらい。これ何も60回復。いいよいいよ。さて60回復で、あ、これ渡った方がいいな。渡る渡る渡って、オッケーオッケーオッケー。まあ悪くない、まあ悪くないだろう。さあ戦おう。真ん中当たんない。お前には分からないんだろうな。分からないね。あぶね。ちょっとちょっじゃん、中じゃん、大じゃん、中じゃん、小じゃん。まあ今だったらいける。時間を無駄にするな。当たんないんだったらすぐ押した方がいいのか、これ攻撃。ある日突然、何の前触れもなく、何もかもがリセットされる。それを知りながら生きていく気持ちなんて、確かにな、これは。サンズはもう俺に問いかけてるよな。プレイヤーである。こっちはプレイヤーの好きな都合でゲームを好きなようにできるけど、そっか、サンズからすると好きなように時空が変えられるってことなのか。あの、これもう皆さんお分かりの通りだと思うんですけど、俺セリフ読んでたら、あのピンクゲージで体力減ってく時間もったいなくないですか。でもせっかくならしっかりゆっくり読んで考察とかさ、物語に入りたいよね。何これだね。下来いよ。上か下か。上。意外とこれ時間がある、時間がある、時間に余裕があるから、時間に余裕がある、時間に余裕があるけど、うわースパイダードロップってインスタント麺はめっちゃ回復ー。90回復、ここの90回復はでかいぞ。またこれか。ちょっと意外と時間があるから、時間があるから余裕を持てる、余裕を持てる、余裕を持てる。打った後の余裕がある、打った後の余裕がある、打った後余裕あるよ。まだ下。オッケー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 。疲れが見え始めた。おいおい、俺はまだ疲れてないぞ。全然、もっと楽しもうぜ。もっと強い技見せてくれよな。俺はとっくに諦めた。なんか聞いたことあるセリフだな。1、2、3、4、5、6、7、8。オッケー。まあ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 、こんぐらいだったらいいだろう。疲れが見えてんのか、いつか当たんのか、ど真ん中行ったんだけどな。もう地上に戻りたいと思うこともなくなった。地上に戻りたい、来た。これは早いけど、ゆっくり見れば全然かわせるなあ。サンズ、もっと新しい技来ないか。俺の攻撃も当たんねえし。これ疲れさせるってことか。だってもし戻れたってすぐにまたここへ戻されるんだろう。記憶を消されてさ。その通りだな。これか。真ん中、小じゃん、中じゃん、片方見とけばいい、片方見とけばいい。まだ疲れてない。ちょっとずつか。でもストーリーは進んでる。そんなだから、正直何をやってもやる気が出ない。だからこいついつもやる気ないキャラみたいになってたの。真ん中、左、真ん中、ちょっと減りすぎてんな。ただ今はもうすぐ行くしかない。これもうすぐ攻撃していいか。ま、それも怠けるための口実なのかもしれないけどな。自分でもよくわからないよ。来た、これはチャンス。上上上上、ちょっと当たったか。上下、はい、真ん中、基本下にいた方がやりやすいな。
基本下にいた方がやりやすいけど、スパイダーの回復力ス10アイテム大間違いスパイダードーナツ12アイテム大間違いした死ぬ危ない危ない危ない、ただ俺はやるしかない。この残りの体力で進めよう。ただ一つわかるのは、この後何が起きるか知ってる以上、もう何もしてないで見ているわけにはいかないってことさ。なるほど。サンズとゲーム内のキャラの戦いじゃないんだな。お前にとってはプレイヤーである俺と戦ってるってことなんだな。俺もこんなところで死ぬわけにはいかない。死ぬわけにはいかない。まだ粘るぞ、アイテムがなくてもな。おっと、どうした、終わったのか、もう終わりなのか。ま、それはさておき、お前本当に武器を振り回すの好きだな。うん、なお前さっきは答えてくれなかったけど、俺にはわかるよ。お前の中には正義の心のかけらがある。正しいことを望んだ奴の記憶があるはずだ。うん、今は違うんだよ。昔違うんだよ。もうあいつキヨッペはキヨッペでもう完結してるんだよ。ただそうだよな、プレイヤーである俺は変わってないもんな。ひょっとして俺たち別の時間軸では、友達だったんじゃないのか。なあ、答えてくれよ。俺のこと覚えてるのか。俺の言ってることの意味がわかるなら、こんなのもうやめようぜ。武器を置いてくれよ。そしたら俺の仕事も楽になる。サンズ、え、逃がしてくれる。え、見逃すってこと。え、ずるいよ、ずるいよ。もう俺は後戻りできないところまで来てんだよ。無理だよ、無理だ、無理だよ。サンズ、じゃあな、お別れだ。え、当たんないの。ま、一応言ってみただけだ。そっちがやる、ん？そっちがやめる気ないなら仕方ない。うわーい！嘘だろ、お前急にしか。なるほどな、お前もともと戦う気、くっそ。悔しいし、終わってなかったんだ。俺ちょっともう終わりだと思ってしまってた。あまりにもそうだよな、あっけなさすぎるもんな。諦めるな。いける。ただアイテムでちょっと変えよう、アイテムを変えよう。あ、レジェンドヒーローとかの方がいいのかな。ビチャビチャって足速くなんだっけ。足速くなる足じゃねえ、ハート速くなんだっけ。あー、これ、いやでもな、別に速さそんな必要ない感じしたからな。ちょっとね、焦げたフライパン遊びしよう。ナイフは危ないからしまっときます。あー、ビチャビチャ富士リンゴ包帯、まあ富士リンゴでいっか。回復量多い方がいいもんな。で、ちょっと待ってね。これで、会話なんだっけ、途切れるところあったし見逃すみたいな。あそこまではもう、俺は集中モードでやっていいわけだろ。セリフ読む時間もないから。簡単だな、これが。レジェンドヒーローかなー、ここは。
クラマーバーガーじゃないレジェンドヒーローだな。44、ちょっと食らったか。よしよしよし、これかわし方分かったぞ。2回でいけるわけだな。そして回復量4アッパー、やっぱでけえ気がすんな。もう半分か。早いんじゃないかこれは。相当武器を振り回すの好きだけど、もうお前も戦う気が実はまんまなの分かってるし、俺が戦おうとしてるっていうのもお前は気づいてるわけなんだもんな。分かるよ、意味は分かるんだけど、それはもう別の物語なんだよ。これ回復したらもうさ、回復したらどうなんだろうね。クラマーバーガー31回復。あ、逃がしてくれるんだ。まだ123フェイスステーキ、雪だるまのかけらバタースコッチ、これ強いんじゃないこの3つは。さあ皆の衆行くぞ。気合を入れよう。一気に戦いが始まる。サンズかわすんだろう。こっから始まる。ま、一応行ってみただけだ。そっちがやめる気ねえなら仕方ない。始まった。はい。あ、なにこれ。なるほど、やるゲームが変わんのね。あー、これはちょっと、でもしっかり見ればいける。冷静になれ、飛ぶだけだ。ターニングポイントのようだ。オッケー。これで、なんか左上の骨、何？なんか出てる、なんか骨出てるよ。実はさ、こっそり思ってたんだ、お前と友達になれないかなって。時空が歪むのは誰かが不満を感じてるからかもしれないってな。だからその不満を解消してやれば歪まなくなるかもって思ったんだ。ああ、もうそういう攻撃なんだ、そういう攻撃来るんだ。ちょっとアンダインっぽさがあんな、ちょっとアンダインっぽさがあんな、強えなお前。もう一気になくなってる。あ、鍋も当たんなかった俺。バタスコッチ前で行こう。あ、この骨もしかしてそういうことか。これ食らうのか俺当たったら。何？あ、大丈夫だ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 。かわせ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 るかわせるかわせるかわせる横だ。これは見れば変わる。で攻撃だ。もうどうせ当たんねえから。どうすれば不満が解消、この読んでる間に HP 減ってくのやだ。でも俺は読み続ける。解消されるのはわか、ん？どうすれば不満が解消されるのかわからねえけど、うまい飯とかくだらないギャグとか友達とかがあればいいのかなってさ。そうだよ、サンズはその時のストーリー、その時のサンズもいるわけだもんな。やいやい、はい、即対応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 、誰即対応って、即対応さん。よし、なんかちょうど真横が出てきてる。ちょっと待って、下の方でブルだって。これも減ってるわけでしょ俺きっと。笑えるだろ。そう、お前は何をやっても絶対に満足なんてしないのにな。満足か、確かにな。本来だったら平和で終わって満足のはずだったけど、そこに満足しないでここに来ちゃってるわけだもんな。満足なんてないかもな。ああ、それはあるな。下、上、下、右、下、これは見ればわかる。これ骨に当たんないようにした方がいいってことなのかな。待って、俺回復できないじゃん。だったら何度も何度も時間軸を食い荒らして、そして最後は、なあ、これだけは忠告しておく。お前もいつかは辞める選択をしなきゃいけなくなるんだ。辞める選択。この今の状況を言ってんのか、それともこの世界を。来た。でかくない？なんかでかくない？なんか、なんか穴でかくない？なんか穴でかくない？穴っていうか攻撃範囲でかくない？ただ、こっちも当たったか。クソ、これすぐ戦わなきゃいけない。 HP 減る。でも今回復したいな。そして今日がその時だ。なんだなんだなんだ、こうじゃかわせない。あ、こうか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 。クソ、これむずい。クソクソ、今気づかない。早く、あっ、クソ、これ食われない。クソ、全部時間が使える。クソ、今の左右だけじゃかわせないんだな。円を描くようにかわすと上と下で、なるほどなるほどなるほど、了解了解了解。ただ一個一個覚えていくし、俺はもうセンス抜群だからいけると多分。ただお前体力えぐいな。次、うわー、難しい難しい、押しいっぱいになっちゃう。あー、ここが、うわ、クソクソなんだ、クソ、死ぬ、うわー、クソ、死ぬ死ぬ、あー、クソ。い
いいな。どれほど時間がかかんだろこいつとの戦いは。いいよ。ここでさあ、レジェンドヒーロー変える。これいいな。買って出て、でさ、アイテム無敵時間ってあんま意味なさそうだったよね。これなんかすげえ、ね、これさ、サンズ戦の後にアズゴア戦あったら俺死んでしまうじゃない。アイテムなんか全消費みたいになっちゃってるけど俺。まあいいか、目の前の敵を倒すのが第一だよな。行くか。もう何回戦ってんだこいつと俺。あ、言わないで、あんまり、あんま7回連続でとかあんま言わないで、恥ずかしいから。もうボコボコやんみたいに思われるから。おめでとう、ラッキーセブン。ありがとう。おめでとうって言われるんだったらありがとうだな。フィーバーして70に増えるかもな。うん、ここで終わらせてやるよ。よし、行くか。行こう。こっからだな。でもアイテム残り2個か。あぶねえ。あー、くそ、止まんのか。あー、くそ、ちょっともったいないか。もったいない気もする、もったいない気もするけど、どうしてる？ターニングポイントだ。さあ攻撃だ。半分なのか、ターニングポイントってことは。で、あのビューインビューインだろ、ビューインビューインが来るから、ビューインビューインビューイン、僕回る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 、オッケーオッケー。あー、くそ、よくない、当たるな、よくない。でこれ骨が消えてから攻撃の方がいいな。でなるべくハートが、うわ、危ね、くそ、うわ、これか、うわ、くそ、待てれ、うわ、ジョビー、そ、うわ、ふっふっ、回復しよう、バタスコッチだ。うわ、今回復全部食らったからのがよかったか。危ない、はい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 、遅いなお前その攻撃。よし、かわしてる。で攻撃、あー、見逃せない、じゃあ、待てない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 。そして笑えるだろ、お前は何をやっても満足なんてしない。そうだな、満足はしないかもしれない。喋りながらやるわけにはいかない。行こう、攻撃だ。様子を見ろ、しっかり時間軸を食い荒らして。まだ、そっか、ここはまだやってるよな。やめる選択だな。はあ、クソが、食らってる食らってる、ちょっと食らっちゃってる。いや今はもったいない、40か。今アイテムがもう残りないもんな。今日が最後の日ね。こうだよな、確か。こう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 、遅いか、クソも遅いのか。ステーキを使うしかない。次なんだっけ、はいはいはい、おー、オッケー、見てる。ジャンプ、じゃ、クソ、ジャンプかわせー、うわ、斜めだ。いや、あー、クソ、私はキサーとどれくらいなんだ。だって戦いっぱなしで俺はもうヘトヘトで、ちょっと進んだな、ちょっと進んだ気がする、ちょっと進んでるぞ。はい、右左右、あぶね、戦いクソ、あぶね、1、残り1、クソ、死ぬか。これ以上やるつもりならスペシャル攻撃、スペシャル攻撃。ねえサンズくん、サンズくん、ずっとスペシャル攻撃だよ、大丈夫よ。もう僕にとってはずっとスペシャル攻撃食らってるから、そんなところでスペシャル攻撃使うもんじゃない。そんな嘘だろ、お前嘘ついてんだろ。そんなずっとスペシャル攻撃使ってるくせに、これからスペシャル攻撃ダメよ、使わないといけなくなるじゃないのよ。はははは、キモい、スペシャル攻撃っていう言葉にやられました。お前そこまでパピルスと似せるな。レジェンドヒーロー、クソ、回復が、もう今途中まで来てるんだけど、もう何喋ってるか分かんないよ全然。いや、来た、はやはやはや、いや、は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 や、それやめ、死ぬ、死ぬ、怖いか、いけよ、もう気持ちかない。俺のスペシャル攻撃、どこかで聞いたことあるか。もう俺結局体力1になるから、このまま行こう。覚悟しなよ、次の攻撃の後で発動するから。次の攻撃の後もういいよ、して。それが嫌なら今のうちに死んだ方がいい。死ぬのよ、どうせ死ぬんだよ。分かってる分かってる、でも死なない未来も見たいじゃない。あら、死にましたよ。よし、1の状態で来たのはでかいんじゃないか。で、1,2,3,4,5,6,6 個残しできて、5個残しまでできてるから、インスタント麺食っちゃって全開にして、で、バタースコッチ、雪だるま、
ステーキ、うん、これ早め回復がいいね。いつも俺さ、ちょっとの体力残しちゃうから、よし途中まで行きますね。スーパー攻撃、スペシャル攻撃2個前ぐらいまでちょっと一気に頑張ってきます。ん？コントローラー効かなくなった。最悪、最悪だよ、最悪だ。今コントローラーがゲームのせいで効かなくなった。くそ、バター少し使っちゃうか。めちゃめちゃ調子良かったんだけどね。もう攻撃するしかない。くそー、スペシャル攻撃が来ないか。この後の死んでしまう、死んでしまう、死んでしまいけど回復していけるか。来た、これをかわせばいける、これをかわせばいけるぞ。打つ打つ打つ、かわせかわせ、ナイス、いけるぞ。来た、もう来いだ。よし、スペシャル攻撃か。そろそろなんか事故あったんだけど。じゃあ行くぞ。この攻撃を乗り切ったら俺のスペシャル攻撃が炸裂するからな。まだスペシャル攻撃、早く撃てやお前。何スペ、あ、来た、あ、これは大丈夫、これは大丈夫、これは。そんなに連チャンのパターンに来て、なになになにな、なんだ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 、なんだ、上下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 、よーこよ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 こ、はい、これ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 、なに、あーー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 
インスタント麺、まあとりあえずこれでいっていいかな。でも最後まで使わねえって考えたら50、ステーキ使っとくか。で3つ残しといてでいこう。 OK、 これでいってくるか。さて勝負だ。うん、仕方ない、行こう。なるべく食らわないでいきたいな。うん、いいね。うん、で攻撃して、危ない、ここは飛ぶだけでいい、斜め、オッケー、でかわしなさいよ、斜め、オッケー、これでオッケーか。はいはい、危ない、そっか下のやつか。忘れちゃう忘れちゃう、何がいつ来るのか。右、よし、ここはノーダメでいって連続攻撃できるのでかいな。でバタースコッチマヨとインスタント麺残ってんのもでかいよね。7230ぐらいになったら回復したいな。はいはいはい、ここも早いやつだけど、まだ連続で攻撃できる、まだ連続で攻撃できるのでかいぞ。はいはい、オッケーオッケー、上行って、どれ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 、そっから来たか、両サイド下からも左からも来るやつだ。これでかわそうかわそうかわそう、危ない、これでガチャ、いやこれやっちゃったな。はい、仕方ない、かわしてかわして、うぅ最悪、あやっちゃった、今回復して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 、あ、次回復して、これ回転できるから、これ回転は簡単だから、ありがてえ、逆に言うとありがてえかもしんねえ。でアイテムでインスタント麺で一気に回復、はい、ジャンプ、ノーダメに行こうか、ノーダメに行こうか、いいよ、はい2個ノーダメに行こうか、3個4個ノーダメでかいね、ここのノーダメでかいよ。そしてスペシャル攻撃が来るけど対応しろ、持ってかれんだ、体持ってかれんだ、戦う、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうじゃん。さてそろそろ次か、その次か、来た、はいはいはい、かわせ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 、いいよ、素晴らしい、当たっちゃった、もったいない、いや回復しよう回復しよう、もうここはまた少しまで使おう、いや違う、もったいない、違う違う、あ、今ハテ、いや違う、あれ減ってから使えばよかった、あれ減ってからよかったか、あれ使えばよかったか、あ、使えばよかった、あ、最悪最悪最悪、何やってんの、テンパるな、テンパるな、テンパリング、テンパリング、テンパリング、さあ来いよ。この回転からのちょっとよろしくねえか、体力的に、体力的によろしくないかな。はい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 、いい、ノーダメ、ノーダメはでかい、ここかわすのでかいね、いいよいいよいいよ。さて跳ね返りの上、グルージョベースサム、来た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 、外回り外回り外回り、営業かわし、営業かわしするんだ、外回りかわし、いい経験、素晴らしいかわし方、ガードお腹に、またそれは何、それ何、それ何、じゃあでも1のまま減らねえぞ。おい終わったのか、おいサンズ、こんな面白いバトルなんだからもっと続けようぜ。すっげえ終わったのか、いやまだ油断ができないな。俺もちょっと疲れた。ちょっと聞いて、ねえねえねえ聞いて、ちょっと奥さん聞いて、このサンズ一人に今の俺1時間34分も戦ってんだけど。で1時間34分止まらずお前と戦い続けたぞ俺。もうほぼ100分よ、ほぼ100分お前と戦い続けてんだよ俺。痛くなってくるか手は、もうやだ。はあはあ、いやこれ俺のアイテムの残り量もアイテムあと1個か2個残ってっからまだ終わんねえのか。仕方ねえな。もういいって、お前なんかさ、そのさ、ウソップみたいな感じやめろって、実はまだあるんだよみたいな、あれは嘘で本当のスペシャル攻撃まだあってみたいな、もういいって。俺もスペシャル攻撃全部俺から見たらスペシャルだから。それじゃ本当にスペシャル攻撃をお見舞いするからな、覚悟はいいか。驚くなよ。いやもう驚かないかも、もうずっと驚き続けてる時間だったからもう驚かないかもしんねえわ。ただ驚きと同時にね、なんか久々に強敵、難しいボスを倒してるみたいなゲーム感覚に久々になったわ。ありがとう、楽しかった。そしてここから、だってこれ動けんのもおかしいもんな、
これ絶対動けんのおかしいもんな。まあでもかわせる準備はしとっか。驚くなよ。何この時間、何終わった、スペシャル攻撃もしかして終わった。今俺が今ハートを動かすことによってなんか見えない技出てたけど、俺が今たまたまこれ全部かわしてたってことだとしたら、俺アンダーテール史上最強の天才よ。終わったの今最強のスペシャル攻撃。今俺適当にこうやってやってたけど、全部もしかして見えない技かわしてたのかな。アンダー史上最強の天才現れたよ。アンダー史上ってなんだ、アンダー史上ってなんだ。どうだ、驚くなって言っただろ。そう、ないんだ、スペシャル攻撃なんてないんだ。いくら待っても何も起こらないよ。驚くわけないよな。そう、お前を倒すなんて俺には無理なんだ。お前のターンになったら、もういつかは殺される。分かってんのか、もう俺に殺されるっていうこと、時間の問題だっていうこと。それで思いついたんだよ、お前のターンにならなきゃいいって。俺のターンにならなきゃいい。だからお前が諦めるまで俺のターンを続けることにした。みんな遊戯をやってんのか、お前ずっとお前のターンなの。いや、サンズ、多分それはもう通用しないんじゃないか。多分もう今となっては俺は思うけど、どっちのターンとか関係なく、今の俺、そしてこのゲームの気はお前を今勢いで殺してしまいそうな感じがするよ。ここで二人永久に戦い続けることになってもな。そうまでして止めたいのか。分かったか。またなんだ、チン言った、チン言った。ここにいても退屈するだけだ。てかもう退屈してきたんじゃないか。全然楽しくてしょうがなかったよ。退屈したらお前は辞めるだろ。辞めないな。動いてればいいのかこれは。そう、チン辞めない、チンちょっと怖いから辞めない。知ってるよ、お前みたいなやつのことは。決意が固いって言うんだろ。何があっても絶対に諦めようとしないんだ。頑張ったところでいいことなんて一つもないのにさ。どれだけはっきり言ってやってもやめようとしない、いい結果、いい未来が見えるわけじゃないのに進むのは間違いないな。結局好奇心から来てしまってるからな。いいか悪いかなんて関係ないんだよな。その通りだな、関係ないかもしれない。ただ俺が見たいがため、わがままだな、わがままに振り回されてるサンズの。そっか、あー、そういう気はなんか初めてかもしんねえな。ゲームのキャラクター同士の戦いじゃなくてサンズとプレイしてる俺っていう。できるってだけでやろうとするんだ。そう、できるってだけでやらずにはいられないんだ。チンやめようぜ、待ってたみたいなところあるけど。だけど今度こそ本当に終わりだぜ。これ以上は何もない。だから俺から言えることは一つだけ、お前はその強い決意で
すっぱり諦めることだ。そして、何か別のことでもするんだな。こいつまだ余裕あんのか。あくびしてる余裕があったぞ。チンやめろ。なんでこのチンは。え、どうすんだこれ。そのチン、左目のチン、左目のチンやめない。何左目のチンって。赤髪のシャンクスみたいな左目のチン、弱そう。このまま動いていればいいのか。でもなんかハートが戻されるんだよな。何かでチン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 。お前何言ってんだこの最後に。ん？本当にお前のターン、ずっと俺のターン来ないってことこれ。ちょっと水飲んでいいですか。ごめん、声ガラガラになってきちゃった。ごめんなさい。うん、うん、何？今水飲んだ後もう一回飲んだのバレたんじゃない俺。さすがにノーカットしてるから水飲んで置いたのにこいつまた飲んで。何？おい、サンズ？サンズ？戦いの最中。お前それ相当余裕があるやつしかやらないのよ。戦いの、寝た目つぶるのって余裕があるやつしかやんないのに。え、寝たよ？初めてかも。戦いの最中に寝るやつ。俺のターン、来ない、これは。どうしよう。ハートで遊ぶし、え、ハートで遊ぶことしかできないんだけど。ねえ、これどう、ん？なんだ？なんか今動かなかった？あ、え？え、待って、こっちは？左になんで動くんだ？なにこれ？今俺何してんの？あのワンちゃんのおもちゃやってんの俺。こっそり骨取るやつ。寝てるワンちゃんの目の前から骨取るゲームやってんの？起きないようにちょっとこの四角ずらすみたいな。え、これ起きんのか？これ何？これ何？どこまでずらすのこれ？上。下。これでも別にサンズを囲うとかでもないんだもんな。いけるだけ行ってみる？左。なんかめっちゃ寝てる。なんか寝てる横で作業してる人みたいになってるけど、あんま音立てないようにしようって。帰んのお前。このハート帰んのお前。あ、行けなくなった。何を？あ、ちょっと。待て。これ。うわっ！なるほど。この枠が関係してんじゃねえ。ハートで選択肢を戦うに選べるように動かしてたんだ。寝てるところを襲うのか。いや、もうどんな状態でもいい。勝てるなら。さすがにそうだよな。お、なに？なに？何もしてないよ。サンズ？どうやらここまでみたいだな。もう一度攻撃したって音交わした後に99。なんでだよ。なあ、戦う意志あったんじゃないのか。何かを守るためだったり止めるために。確かにステータスは弱いかもしれないけど、結局お前も本気で俺を殺しに来てんのか分かんなかったような食らい方するなよ。そんなにダメージ食らうなよ。いいか、俺は止めたからだ。サンズ、じゃあ
グリルビーズにでも行くかな。サンデ、お前死ぬのか。パピルス、お前も腹減ってるか。ああごめんなさい、ちょっと何も言えない。一旦セーブしよう。ああちょっと最後来たな。最後のセリフちょっと急にグッと来てしまったな。いやー強かった、強かったよサンズ。ただ楽しかったな、強いやつと戦うって。ごめんよサンズ、後悔だったり悲しい気持ちがない。なんでだろうこれ、こっからまだ待ってんだもんな。しかもせっかくだから回復は入れとこう。こんぐらいでいっか。なんかヘナチョコだなこう俺のアイテム。まあいっか、進めはとりあえず。いやーサンズはそうだな、フラウィーは俺のことを知ってるわけで、サンズも知ってたわけで、そして俺を止めに来たわけだし、最後も俺は止めたからなって言って、それでも進むんだなっていう意味か。行くか。うん、後戻りはしないんだ。行こう。静かだな、越見の間。ちょっと下行っていい？最後の回路、越見室の入り口。ここが本来俺がいた場所なんだもんね。こっからトリエルが俺の亡骸を持ち出してったっていう話でしょ、フラビーが言うには。そして俺がどうここにしまってる。見た目通りの快適さだ。お前じゃん、もうお前のだし、お前じゃんね。ね、ゴビじゃんみたいな、ごめん、このゴビじゃんはナルトの勘九郎しか許されないんだった、ごめんなさい。これちょっと奇妙だよな。そしてここからアズコアか。でもさ、なんか言ってなかったっけ、アズコア。俺アンダインとの戦いの時だったっけな、なんかさ、アルフィがアズゴアにもう伝えて、アズゴアは人間の魂をもう、待って、もうとんでもない存在になってんじゃないの、パワー的に。いるのか、動かない。あ、いるのか、変わらずか。どうしたのだろう、植物が涙を流すなんて初めてのことだ。おや、この花が気をつけてと言ったのは君のことかな。知ってんのか、アズゴアは俺を。ハローか、なんか至ってシンプルなハローなのに、アンダーテールをやってるといろんな意味の、いろんな言葉の意味のハローに聞こえるよ。ハロー。うん、君はどういうモンスターかな。俺を人間だと分かってないのか。私にはよく分からない。でもなんだ、まあ、もう、ちょっと待って、俺何も戦う気まんま、ちょっとまだ準備できてないし、アズゴアはね、すっごい武器持ってんの。もうその、その、トゲみたいな熱いで槍しまってって思うぐらい、すっごい武器持ってるから。まあまあ、何も戦わなくたって。戦う気がないのか、もしかして。何も知らない。じっくり話し合おう。お茶でも飲みながら。アズゴア、
俺た俺の意思じゃない、勝手にやってる、勝手にやってるこいつ。え、嘘、そういうこと、もう俺の意思、そんな、なぜ、え、これフラウィーの技だよな。え、いなくなった、あいつを殺すタイミングをかかってたのです。だって僕は君の親友だもの、頼りになるし、役に君の邪魔は絶対しない、約束するよ。君に協力するから。だからお願い、殺さないで。感情を持ってる。すごい早口だった。それほど今の俺に怯えてるってことなのか。自分の父親であった存在を殺してまでも。おい、え、これどうなってんの？え？大暴走機の、誰君？はじめまして。あ、ごきげんよう。あ、はい、ごきげんよう。なんか、可愛らしい見た目の割に、結構お堅い感じなんですかね。ほっぺた赤くて可愛いんだけど。ごきげんよう。私は、キヨ。いや、俺がキヨですけど。俺がキヨだよ。おい、私はキヨじゃねえよ。俺がキヨだよ。私がキヨだよ。しかもキヨ丸って、ちゃんと YouTube のチャンネル名にしてんじゃん、お前。なんじゃこの音は。礼を言おう。お前の力で。私は死の淵から蘇った。なんか新鮮な感じがする。漢字を使ってるからか。今まで喋るキャラクターほとんど漢字使ってないよな。私の中の人間の魂。私の中の決意。それは私ではなく、お前のものだった。はじめは私にも理解できなかった。アズリエルと私の計画は失敗したはず。ではなぜ私は蘇ったのか。うん、なぜお前を蘇って、そしてなぜ俺の、え、お前が導いてくれたおかげで、私は自分を蘇らせたものが何なのか悟った。それは力だ。力で蘇ったってこと？このキヨが。私たちは共に敵を殲滅し、力をつけた。あれ、俺がずっと敵を倒してたと思ったんだけど、そうなんだ。なんかそうだよね。後半なんて、とか一番最後か。サンズをやったのはもうやっぱこいつなのか。俺の意思とは違う攻撃をもう勝手に行ってたってわけか、最後。HP、アタック、ディフェンス、ゴールド、EXP、レベル。数字が大きくなるたびに、お前が感じたもの。それが私、キヨだ。さて、私たちはついに極点に到達した。ここにはもう私たちに必要なものはない。こんな世界は今すぐ消し去り、次へ進もう。次へ進む、消す。この世界がもう終わっ、おい、お前何を俺に指図しとんじゃ。お前は何なんだ。急に出てきたよ。可愛らしい姿かと思ったら、ごきげんようからの
力を持ったお前が俺を蘇らせたんだぞって、ちょっと俺にも責任あるよっていう言い方しやがって。消すか消さないかはお前の意思じゃない、俺が決めるんだ。お前の意思では動かない。ほう、そうか、それは興味深い。どうやらお前は理解していないようだ。お前はいつから私に指図する立場になったのだ。まさか俺が言った言葉をお前がその後言うとは思わなかったおお、逆だよ。俺もそう思ってんだよ、キヨ。なんだ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 、何こっちに来てんのか。すっごい、俺めっちゃ言わない？プレイヤーの俺でしょ今攻撃されたの。おい、え、出た。もういいって、俺のデスクトップ晒すのは。俺のデスクトップ晒すのもいいって。何回晒されてんの俺のデスクトップこれもう一回起動すればいいってことなのかな。今最後俺に向かって攻撃したってことだよね。だとしたら俺のステータス弱すぎない？なんか9兆とかさ、99万とかそういうレベルじゃなかったよね。なんか9無料対数みたいな食らい方してたよね。どうなるの？なに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 、何にも始まらないぞ。え、なんだこの音。風か？待って、ちょっと待って、全部消し去ったってことかこれ。え、どう、え、なんでこれ、どうすればいいんだ。ちょっと俺のマウスが何かを、頑張れ俺のマウスは何にもできねえ。何、あ、なんだ、ちょっと風強くなった。これ何、俺何してればいいのこれ何をしてればいいんだ。そう考えると全然違うエンディングだよな。幸せなハッピーエンドのところとさ、今回のエンディングって対極だよね。ここまで全てを消し去る終わり方って見たことなかったもん。全員を殺してってさ、でこのゲームの世界まで壊すって、それも全て破壊して終わりっていう。しかも最後は自分が蘇らせてしまったキヨに破壊されるってことでしょ。なんか俺エンディングトーク入ってない？ねえねえ、俺エンディングトーク入ってるね今もう。ほん、どう、なんか困ってます。これどうなるのかわからなすぎて困ってます。ちょっとこのままにしとこう。おう、これマジで終わった臭くない？ちょ、もう一回切って再起動していい？切る、つける。あれ、さっきアンダーテールって出た、あ、出たか。あ、かわ何も変わってねちょっとずっとアンダーテールって出てる、あれ出てたっけってなって、あれってなってる俺が恥ずかしい何この風の音、どこにいんの。ねえ、海近くない？ここ多分海近い位置にいるんじゃねえよ。完全にゴロゴロしてたもう画面の前にいなかったからごめん、気づかなかったわ。ごめん、全然気づかなかったごめん、もうゴロゴロしてて、まあ何も起きねえかって思って見に来たら面白い。だって俺も面白いって今思ってるわ。面白い、こいつは器用なのか。ごめんね、もう俺すぐ切り替えていくよ。あ、待って、画面にゲームがあってね。
よし。お前は戻りたいというのか。自ら破壊した世界に。あ、やっぱ俺がアンダーテールっていう世界を破壊したことになってんのかな。こんな結末になったのは自分のせいだというのに、お前がその手でこの世界を破壊したというのに、その結果を受け入れられないと。ああ、自分で破壊し、いやーこうなっちゃうとな。まあキオッペの物語としては平和で終わったっていうのもあるけど、ちゃんとなー、サンズとかのことを考えたらな、それはそれでこれはこれっていうことな。うーん、結局この俺が消し去ったっていう事実も残るわけではあるもんね。お前は自分のしたことのツケを払わずに済むと思ってる。思っている。はい、思っている。ツケを払わずに済むと思ってる。いやー、ツケを、まあもうこのルートになってる時点でもう俺は何でもありの気分になってしまってる部分もあるから、払わずに済むと思ってる部分もあります。はい、ありますね。勝手なものだ。いや、もう勝手だって分かってるよ。そんなんこのルート始めた時から勝手なんだよ。もう、うん、では何だったんだ今の間は。こうしよう。お前は私が求めるものを持っている。俺が持ってるのか。それを差し出せ。そうすればこの世界を復活させてやろう。ああ、差し出す。これ何のことを言ってんのかまず言ってほしいけどな。その求めているものが何か。ただ俺が差し出さない限りは進まないってことなのか。アンダーテールっていう世界を俺が今破壊した状態で終わってしまってるんだもんね。さすがにそうだな。自分で壊しておいて言うのもあれだけど。そうだな。やだな、このままは。わかった。差し出そう。交渉成立だ。お前の魂をいただこう。俺の魂か。どうなるんだろう。これ家にしたら交渉決裂になるだけだよな、きっと。わかった。俺の魂をやろう。よし、望みを叶えてやる。まただ。またデスクトップ部晒される。アンダーテールはすぐ俺のデスクトップを晒す。ただ戻ってるってことなのか。これは戻った、戻った。どうなるの、アンダーテール。戻ってきたけど、そうだよな。そういや、そりゃそうだよな。全てがなかったかのように戻ってきたってことか。うわあ、もう終わりなのかこれで。クソ、なんだろうな、これ。なんだろう、この気持ち。すごいルートじゃない、なんかこの気持ちは。全然違うね。あの平和で終わったエンディングと全然違うな。ちょっとこれちょっとさ、続けてみてもいい？全く一緒なのかちょっと見てみたいから。あ、気がってなんだ。確定迫ってくる俺が全く一緒なのかな。全てが一緒で終わるのか。うわー、終わりか。そっか、本当の最初に戻ってきたってことなのか。うわぁ。もう本当に全部終わったんだ。うわぁ。知らない。知らないのはお前らなんだろう。
全部終わったんだよ。終わったんだな。なんかなんだろうね、達成感もあるんだけどやっぱ寂しいね、シリーズものが終わるときって。でも終わったんだ。皆さん、これにて私のアンダーテール実況は完結となります。ご視聴ありがとうございました。いやー、いろいろあったね。いろいろあったな。なんかあの幸せなハッピーエンドで終わるっていうのも良かったかもしれないけど、Gルート見れてよかったよ。好奇心っていうさ、そのきっかけで始めたけど、よかった、満足してるわ。なんかこのゲームメッセージ性がすごく強いなって思うわ。なんか全てを理解できたわけでもないだろうし、このゲームのなんだろう、こういう伝えたかったこととか、これはこういうことだよっていうストーリーも全部 100% は多分理解できてないんだけど、なんだろうね、 Gルートっていうものが俺にはちょっと衝撃的すぎたかもしれないわ。なんか当たり前のことじゃん、 RPG をやってたらって思っちゃうからさ、敵をモンスターを倒す、レベル上げる、全員倒すなんてね。でも俺は幸せなエンディングを見たからこそ、なんか G ルートへの感情移入も大きくなれたのかなと思いますね。モンスター側の気持ちだったり、殺していく自分が慣れてしまっているっていう徐々な感情の変化だったり、なんかいろんなものを感じ取れましたね、自分の中でも。ごめん、ダラダラと喋っちゃった。はい、終わるか。それではまたどこかで、これにてキヨッペとキヨの冒険はおしまいです。ありがとうございました。